こんにちは、鈴木です。今回は日本ハルコーの株主総会で奇跡シリーズの新作の始まりの奇跡というものが発表されたんですが、まあ、それを踏まえて新作ゲームを提供するゲームハードについてのこんな質問をしてみました。新作ゲームのハード選びについて、始まりの奇跡は対応ハードは書いていないので、まあ、スイッチとプレイステーションのマルチプラットフォームかなと思ったりもします。イーシスシリーズや奇跡シリーズは今はプレイステーションを最優先に販売していますが、任天堂スイッチはこれだけ売れていて2020年末発売の PS5 が普及に時間がかかりそうな中、他ハードへの展開についてどのように考えているのでしょうか。まずファルコムのハード選びについて説明すると、もともと日本ファルコムというのはパソコンのソフトを販売していて、まあ、2000年代に入ってから、まあ、プレイステーション3とかプレイステーション4とかあと PSP とかそういうところに出してきたと、そういう歴史があります。で、対応ソフトを見てみると、これ PS4 ではいっぱいありますね。まあ今最新作の始まりの奇跡もありますけど、まあいっぱいある。で、プレステーション3も、まあいっぱいある。まあいっぱいありますね。で、ビータとか、ビータちょっと少ないかな。ビータもちょっとあるんですけど、で、ありますね、一応。で、PSP は多いですね。PSP 一番最初に来た空の奇跡とか、いっぱいありますね。他にはいっぱいある。それに対して、任天堂スイッチは、まあこの3つだけと。しかも移植ですね。最初に出した作品ではないですね。3DS は、まあこれだけということで、まあ基本的には、プレイステーションプラットフォームが、第一のものとして扱ってきたんですね。なぜプレイステーションプラットフォームで出したかというと、まあ、ゲーマーに支持されていて、かつ販売台数が多いハードであるからですね。日本ファルコムが家庭用ゲーム機に参入した2000年代半ば以降の PS3 とか PS4 とか PSP なんとかあったんですけど、まあ、全部世界中で普及していましたよね。まあ、同時期に Wii とか DS も売れていたんですけど、どっちかというと、まあ、ライトゲーマーが多い感じでしたよね。まあ、ただ、直近では状況が変わっていて、まあ、それを数字で表したのがこちらですね。PlayStation 4、まあ、2013年発売なんですけど、全世界で1億台売れてます。まあ、それに対して Nintendo Switch は2017年発売で、まあ、4000万台ですね。これ実はね、国内では2019年、今年の5月に逆転して、まあ、Nintendo Switch の方が売れてるんですけど、ただね、世界的には、PlayStation が売れてるんで、まあ、PS4 が安泰なうちは、まあ、PlayStation プラットフォームに基本的には、最優先で出しておけばいいんじゃないのかなという状況がありますね。今後のスケジュールを考えると、PlayStation だけではいかんのじゃないかなという状況が出てきます。まあ、それが来年末に発売される PlayStation 5ですね。日本ファルコンの発売スケジュールを並べてみると、来年前半に、まあ、リメイクものとか、海外版とかがあって、夏に新作の始まりの奇跡を発売します。まあ、これ PS4 で出すんですけどね。まあ、ここまではいいと思うんですけど、問題は2020年末に PlayStation 5が発売された次の年ですね。2011年秋。まあ、大体ファルコンも秋に新作を発売するんですけど、2011年、21年秋に予想されるファルコンの対策の対応ハードの問題ですね。この時点で僕の推定では、まあ、PlayStation 5は1000万台ぐらいかなと。それに対して Nintendo Switch はまあ8000万台ぐらいかなという感じ予想してます。大体新しいハードの初年度の売り上げっていうのは、台数っていうのは世界で大体1400万台ぐらいっていうのが、まあ、スイッチで一番多かったんですけど、まあ、PlayStation 5もまあそれぐらいだったら、まあこの時期まで今1000万台ちょっとぐらいかなっていうふうには予想します。多くても多分1500万台ぐらいだと。そうなると、この状況で Nintendo Switch をスルーするっていうのは非常に厳しいですよね。もちろん PlayStation 5だけじゃなくて、まあ、PlayStation 4で出す手もありますし、まあ、実際に多分そうなるんじゃないかなと思ってます。まあ、過去にも、千の奇跡2っていうのは PlayStation 4の発売後の時期に2014年に発売したんですけど、まあ、PlayStation 4じゃなくて PlayStation 3で出てるんですね。まあ、ただ、昨今プレイステーション4のソフトがあんまり売れなくなってるのを見ると、まあ、できるだけ多くのプラットフォームで、まあ、出した方がいいんじゃないのかなっていうのが、まあ、外野としての感想ですよね。来年の発売の始まりの奇跡の方は、これはね、ちょっと見ていくとね、なんか外伝っぽいんですよね、千の奇跡の。なので、この始まりの奇跡に関しては、千の奇跡は、4部作だったんですけど、もしかしたらこれ、これ一つ出しただけで、また次のシリーズに移り変わるんじゃないかなと思いますね。なので、次の2021年に出るやつは、もしかしたら、何部作かなるやつの一作目になるんじゃないかと。で、やっぱり、その一作目っていうのは、できるだけ多くの人に、触ってもらわないと、いけないと思うんですね。まあ、特に日本ファルコンの作品の場合は、なんかの作品の2が、1の終わったところから始まるところが、ゲームが結構あったりするんですね。そうなると、1を触ってない人は、もう、他あんじゃないですか。もう2から入るとなかなか難しい状況になる。
まあ、そうなるとやっぱりその2021年、まあ、奇跡の新作かどうかわかんないですけど、もしそうだとするとそのできるだけ多くの人にその1作目を触ってもらう状況が必要と。なので、まあ、プレイステーションだけじゃなくて、ニンテンドスイッチ。まあ、他にも、まあ、スチームとかいろいろあるかもしれないんですけど、まあ、いろんなプラットフォームで出していく必要があるんじゃないかというふうに思っているので、まあ、こういう質問になったんですけど、まあ、これに対する会社側の回答がこちらです。始まりの奇跡は、来夏においては、プレイステーション4で発売。プラットフォーム戦略は、これまで国内はプレイステーションに集中していた。国内でまずプレイステーション4。今後については、ニンテンドスイッチという話もある。海外売り上げがここ数年伸びていて、国内だけではなく、プレイステーション4以外でも遊びたいという声が大きくなっている。そういう背景もあって、E8 は他社との協業で Nintendo Switch で発売した。海外では Nintendo Switch とプレイステーション4以外の Steam での引き合いも大きい。国内ではコアゲーマーはプレイステーション4に集中しているとされるが、海外では垣根がなくて、Nintendo Switch もプレイステーション4もほぼ同じ。タイトルによっては Nintendo Switch の方が今後売れることもあるのでは。そういう状況を見ながら情報収集をして、プラットフォーム選定をしていく。ニンテンド社長は販売台数ではなくて、まあ、コアゲーマーがいるかどうかという視点から語っているんですけど、まあ、プレイステーション以外にも注力戦といかんな、いかんかもしれんなとはいうふうにはお答えしていただいてますね。まあ、一般的にプレイステーションはいろんなゲームを遊ぶコアゲーマーが多いのに対して、ニンテンドーのハードはニンテンドーのゲームだけを遊ぶ人が多いと言われているんですね。まあ、ニンテンドーもこれ発売スケジュールがすごい上手くて、ニンテンドーのゲームに飽きた頃に新しいニンテンドーゲームがなんか発売されたりするっていうような感じにしていて、まあ、それで実際、任天堂以外のサードパーティーのソフトのヒット作品が少ないっていうのは、まあ、スイッチ参入のリスクとは言えると思いません。まあ、ただ、いきなりスイッチ奇跡シリーズの新作を出しても、まあ、ずっと任天堂ハードをやってきた人にとっては、これなんか全然知らんのがいきなり来たぞみたいな感じになると思うんで、まあ、今、ちょっと始めてるんですけど、まあ、各作とかを、まあ、新作を出すとかまでに、まあ、ある程度リリースして、なんか地ならしをしておくっていう必要があるんじゃないかなとは思いますね。もし出すにしても。いろいろ不確定な部分はあるんですけど、これからの注目点としては、まあ、先ほども言ったように、2021年秋の新作に向けてどういう方針を取っていくかですね。まあ、スイッチのソフトを出していくのかとかだけじゃなくて、まあ、あとファルコン作品はアジア作地域での人気が高いんで、まあ、中国とか韓国とかでの任天堂スイッチの販売台数も結構ね、いろんなことを考えるでのキーになってくると思うんで、注目すると面白いと思います。株主総会では僕の他にもいろいろとね、面白いやりとりがあったんですけど、まあ、株主総会全体のレポートはブログの方でまとめているので、興味がある方はぜひ概要欄の URL から飛んでいただければありがたいです。というわけで今日はこんなところで、また別の株主総会でお会いしましょう。ではでは。